ではトレーニングを始める。チロ、レベル6で頼む。いいよアンタウリー、僕は座って見てるだけだから楽勝だ。危ない、バーグズ伏せて。そんなに俺とくっつきたいかノーバー。はあ、これは面白いや。次は俺が相手だ。さあ来い。少しは周りの迷惑も考えてやってくれないか。おっと、レベルを最高にしたらどうなるかな。ああ、まずい。チロ、レベル10にしたら。いいぞ。よし、待ってろ。おい、一体どういうつもりだ。まあまあ、ちょっと遊んでみただけじゃない。ふざけるな、危なく全滅するとこだぞ。でもどんな手強い敵にも備えるのが訓練でしょ。そうそう、いつどんな敵が襲ってくるかわからない。そいつは偽物だぞ。チロが二人いる。僕が本物のチロで、そいつは僕のコピーだ。違う、あいつがコピーだ。助けなきゃ。どっちが本物のチロだ。僕だ。こいつは君たちを滅ぼそうとしてたんだ。驚いたな。そっくりで気づかなかったよ。誰かがチロのコピーを作ったんだな。それにしても不思議でしょうがない。誰が、どうやって、いつ、どこで。ある日通りを歩いてたら、僕そっくりの奴らに襲われて、気がついたら閉じ込められてたんだ、マンダリンの研究所に。マンダリンは君と同じ能力を持ったコピーをたくさん作ってシティを滅ぼすつもりだ。そんなことはさせないぞ。ハイパーフォースゴー。君が閉じ込められてたのは間違いなくここだったのか。確かに、ここに研究所があったんだ。どういうことだ。これは罠だ。危ない。マグナティングラーブレー。また助けてくれたのかい。俺のこと好きなんだな。かなり手強いロボットだったな。ありがとう、オット。君に教えてもらった通りに作ってみたんだ。作戦は失敗したけど。作戦？そう、君たちを滅ぼすんだ。それじゃこいつも本物のチロじゃなかったわけだな。とすると本物のチロは一体どこにいるんだろう。こんなとこに閉じ込めたって無駄だ。絶対逃げ出してやるぞ。そんな強がりなどちっても怖くない。どうせ逃げられんぞ。お前にはしばらくそこでおとなしくしていてもらおう。どう始末するかはじっくり決める。わかったな。お前にはもっと恐ろしい運命が待っておる。成功したのか。夕方までには完璧なコピー人間が完成します。閣下、もし完成しなければコピー計画はすぐに中止するぞ。そしてお前も終わりだ。お前の
遺伝子を使ってちょっと面白い実験をしてみたから今からその成果を見せよう。お前もきっと気に入るぞ。それでは紹介しよう。ヘビチロ、植物チロ、そして岩石チロだ。うわっ！